今振り返ると育児ってすごく楽しいんですね。自分をすごく大きくしてくれるし、自分を強くしてくれる。お母さんになる経験ってそういう感じかなって思います。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらりびと。この番組はアルプスピアホームがお届けします。助産師と看護師の資格を持つ池尻由美さん、出産や育児で悩みを抱えるお母さんの心に寄り添いたい、その思いから1年前仲間と共にマムズさんを立ち上げました。産前産後のケアをはじめ、さまざまなサポートをしています。専門学校を卒業後、資格を生かし総合病院で助産師をしていた池尻さん、結婚し28歳で長男を出産しましたが、すぐに苦悩が待ち受けていました。母乳がまるで出なかったのです。まさか助産師の自分が、助産師としてプライドが崩れ去った瞬間でした。結局こうミルクを出してずっと大きくなっていくっていうような感じだったんですが、その時の自分の気持ちは、母親として十分なことをしてあげられなかったっていう、その思いがすごく強かったんですね。不安を抱えているお母さんが少しでも早く笑顔になれるように、自身の経験も糧に池尻さんはお母さんたちの心の拠り所でありたいと願っています。お母さんがニコニコ笑ってくれてると、子供ものびのびとリラックスできるのかなって。だからママはこうお家の太陽みたいな存在で、もういつもこうみんなをこうキラキラと照らしててほしいなっていうか、ニコニコしててほしいなって思います。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。